麦わらの小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なのか？確かにワフルドにはあの遺跡があったな。麦わらの小僧どもに利用できるとも思えんが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、ルフィ、しっかり。はい。もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像してたのかよ。うわ、俺の帽子がね。見つけた時にはなかったな。参ったな。どこに行っちまったんだ。沈んでんじゃねえか。うわーっ、危ねえ。なんだこの島、どうなってんだよ。でっけえ氷が空から降ってきた。なんだこりゃ。変な氷だ。中でなんか光ってるみたいだぞ。急ぐ。信じがたいけど、雷を凍結させたもののようね。この島、一体昨日のおかしな嵐の時に降ってきた氷みてえだろ。サニーも沈みかかってる。このままじゃ出航はできねえ。ナミさんもいない。探さねえと。ナミさん、ゾロとブラックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさん、ナミー、ブルック、
どこだ、ナミ、ゾロ、ブルック、俺の帽子。いなくなっちまった奴らが心配だ。早いとこ見つけて合流しねえとな。それにサニー号の修理のために材料探しもしねえといけねえ。俺も一緒に行くぜ、ルフィ。この辺りには見当たらねえな。他の奴らのところに行ってみるか、ルフィ。よし、行こう。ナミたちいたか？いや、この辺りには見当たらねえ。みんなどこ行っちまったんだ？ここは岩が崩れちまってる。この状態じゃ先には進めねえし、あいつらも島の奥には行ってねえはずだが。おい、ウソップ、これサニーの怒りじゃねえか？ああ、着水の衝撃で飛ばされてきたみてえだな。サニーに戻してやんねえと。なんだ今の声。行ってみよう。おい待てよルフィ。しょうがねえ、俺もついていってやる。しかしよ、今のは一体何が吠えてたんだ？みんな合流したらそいつを探しに島を探検だ。いや待てルフィ。おい、ナミスワン。サンジ、いたか？ナミたち。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよナミさん。すぐに助けに行くからな。おーい！この辺りには流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに砕け散っていないといいけど。雷雲のない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今はみんなを探すことが先決ね。行きましょうルフィ。この辺、かすかに波の匂いがするぞ。本当か、チョッパ。波の匂いはこの洞窟に続いてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。波さん、今行くからね。よし、行くぞ。ルフィ、助けよう。よし、行くぞ。
ました。なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと追っ払ってナミさんを助けに行くぞ。さてと。まとめて下ろしてやるか。おら、エソップ様の出番で。オーケー、やったー。なめんじゃねえ。いい勝負だった。もうこれ以上言葉はいらねえはずだぜ。なんで急に襲いかかってきやがったんだ。俺たちは別に何もしてねえぞ。まだ来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。俺は負けねえ。ゴムゴムのガトリング。もっと強いやつはいねえのか。待てルフィ、俺は強いやつに会えない病なんだ。ちょっと待て。あいつら海賊出て行けって言ってた。嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行くぞ。チョッパ、こいつも俺たちに出て行けと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパ。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。ブルジャンブプルミエールアッシュ。次はこいつだ。ゴムゴムのガトリング。俺が必ず助ける。待ってろ、アームポイント黒点ロゼオミチだ。
だから言ったろ、俺は一人で平気だってよ。なんだよ、生きてたのか。よし、じゃあ残りを片付けるぞ。危ねえ、食われるところだった。あの鳥のくちばしで全身穴だらけの死体にならなくてよかったわ。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる、間違いない。ここを登るのかよ。ナミさんはこの先だ。まだ着かねえのか。ほら、いいから走りやがれ。ナミさん、今あなたのナイトが行くからね。近いぞ、もうすぐだ。すぐに助けるからね、ナミさん。見えてきたの。ナミさんに手出しやがったら下ろすぞクソゴリラ。なんだ、またかよ。どけ猿。あら、こっちにも挟み撃ちか。上等だ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺の蹴りを食らいたいのはどいつだ。行くわよ。ドスフルール。グラップ。かかってこい。面白くなってきたわね。勝負だ。ギアセカンド。ゴムゴムのジェットウィン。おい、腹減ったぞサンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。この力があれば大事なもんだって守れる。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。海の一流コックは技も冴えてこそだ。悪くないわね、仲間のために強くなるのも。俺強くなった気がする。でも力がみなぎってきた。
ミさん。ゾロ、ゾロ。おお、ルフィ、みんなも一緒か。ああ、あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやがった。誰が迷子だ。おめえだよ、クソマリモ。喧嘩しとる場合か。ナミ、てめえクソゴリラ、今すぐナミさんから離れやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。おい、お前、降ろしちまうぞ。ナミスワー、これ受け取って。ゴムゴムのガトリング。まずいわね、こいつ強いわ。サンダーボルト、エンパー。これは一筋でいくわよ。てらこの野郎、粋なことするじゃねえ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。その程度か。ぶっ飛ばしてやる。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィン。これは気を抜けなそうな相手ね。ドスフルール。グラップ。サンダーボルト。ブルジャンブ、プルミエールアッシュ。いけるか。ゴムゴムのジェットピストル。ありがとう、助かったわ。ナミさん、無事でよかった。よし、ナミもゾロも見つかった。あとはブルックだ。クソジジイのケリに近づいたか。うー、やった。ようやく体が温まってきた。ナミさん、無事でよかった。迎えに来たよ。ああ、ご苦労。お前じゃねえよ、クソ剣士。すげえな、体
ラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これはどうしたフランキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の修理にちょうどいい。俺はこいつでサニーを直すぜ。他にも船の材料に適した樹木が茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。ああどこにもねえな。俺の帽子どこ行っちまったんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。お前が言うな。まだ見つかってないのはブルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたんだブルック。サニー号が海面に叩きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉ないんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなりの水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャークサブマージ3号が治らないとどうにもならないわ。サニーが治ったらすぐに探しに行くからな。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。ことの起こりはその前日。ルフィたちの乗るサウザンドサニー号は謎の島へ向かい、順調に航海を進めていた。見ろよあの島、でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい落ちるぞ。任せろフードバーストあの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコ・ロビンがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐこの浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まっちゃったから、女の子がどこに行ったのかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。
ありがとう。よし、探しに行くぞ。シッシッシ、冒険開始だ。この岩、飛んできたサニーの怒りで崩れたみたいだな。ん？岩の隙間から風が吹いてる。この岩、切るか。ここから島の奥に行けそうね。よし、帽子を持っていったやつを探すぞ。そう、マラ。点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。そうなのが出てきたな。いけるか。ギアセカンド、ゴムゴムのジェットウィップ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。なんで私なのよ。サンダーランステンポ。手ごわい。みんな気をつけて。オチエンタフルクロトワマーのショック。つえな。ゴムゴムのジェットウィップ。ディアブルジャンブ、プルミエールアッシュ。サンダーランステンポ。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルクロトワマーのショック。うわ、こいつ強えな。ゴムゴムのジェットウィップ。ブルジャンブ、フランバージュシャット。舐めないでね。こう見えてなかなかやるわよ。サンダーランステンポ。任せて、これでどう。私たちの勝ちよ。もっと強くなるぞ。俺は海賊王になるんだ。
要な力なら残らず手にするわ。みんなの役に立ってみせる。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが、さて。あちな、何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってたな。出てきたぞ。な、何が起こってんだよ。次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。お嬢際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ、刀が重いだと。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわね。私も能力が使えない。違う、使い方を思い出せない。そこまで行くわよ。下がれ。そいつらお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえとな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫だ。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。あの炎の巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。
それより飯だ。腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあ、そいつはありがてえけど。信用できないか。とりあえず自己紹介でもしておこう。俺の名はアディオン。職業は探検家といったところだな。数年前、お前たちも遭遇した嵐のせいで乗っていた船が沈没し、この何気に着いちまってさ、そのままリムと暮らしている。リム？誰だ？そいつだ、うん、なあ！お前さっきのやつじゃねえか。あなたが触れた後に私たちの力は失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それとあのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできない。船はすべて海の上です。だが、偶然漂着できちまうやつがいる。嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌なやつばっかり。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはその力で危険な海賊から被害を受ける前に先手を打って力を奪ったということね。そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな。お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということはお前の能力は別のものみたいだな。それで失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今は親代わりみたいなものだ。だから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければキューブも見つかるだろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。遠慮せず上がってこい。シッシッシ、さあ飯だ。この肉全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまった。
じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。ははは、その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か？また襲ってくるかもしれねえ。お前ら気をつけろ。ちょっと邪魔よ。今がチャンスだよね。勝ちます。どうすっかな。このレディーが待ってるっていうのに。マナー違反は見逃せぬ。俺のこの足はレディーを守るためにあるんだ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。レディーには指一本触れさせぬ。レディーが待って、俺に任せろ。ふう、この力があれば大事なもんだって守れる。このキャプテンウソップに不可能などない。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそうだ。さてここだ。今の自分たちの力を試すといい。俺は先に戻ってるぜ。頑張れよ。ここは自然に風化した状態ではないわね。このそれだけ大きな地殻変動があったってこと？原因はわからないけど、何か大きな衝撃が加わったのは確かだわ。ワフルドを語る伝説の中に一夜にして現れたというものがあるの。海底火山の爆発で生まれたとか。
でもそれじゃあ遺跡が崩れてることの説明にはならないわね。ジャヤのようにノックアップストリームで飛ばされてきたのかもしれないけど、もっと詳しく調べないと。まだまだ情報が足りないわ。とにかく奥に行ってみましょう。お宝があるかもしれないし。待て待て、アディオのやつはああ言ってたけど本当に安全なんだろうな。見張られてるような気配がするな。あれ、この匂い前にどこかで。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、出来すぎた話で怖くねえか。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。から抜けてたキューブじゃねえか。この距離じゃよくわからねえな。取りに行こう。この橋まさか崩れたりしねえよな。道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちまうだろうが。喧嘩しとる場合か。今は道を探すのが先でしょ。まったく。じゃねえだろ。こいつ俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けどなんだってこいつら急に。俺たちの縄張りに入った奴らは許さないって言ってるぞ。何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。やるぞ。くらえ。あいつらは俺が片付ける。刃こぼれすら己の恥。そこまでよ。ちょっと痛いよ。すぐに黙らせて、こうかし
修行にはちょうどいい。そこどけ。大剣豪になる日まで絶対にもう俺は負けねえ。文句あるか海賊王。しない。海の一流コックは技も冴えてこそだ。修行の成果が出てきたな。必要な力なら残らず手にするわ。怪物と呼ばれようと俺は強くなる。やった。モーガンさん、島キロです。あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ、上陸しねえ。島に近く嵐、ね、黙って飛び降り監視を。これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか。あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ。ちゃんと伸びるな。さて、行きましょう。どうやら私と戦いたいようね。少し様子を見るか。さあ、喧嘩だ。ゴムゴムのガトリンだ。ゾロ、次も俺に任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。力が戻ってきた。いい調子だ。こんなところで満足はしねえ。力を取り戻せたみたいね。俺は勇敢なる海の戦士。俺が万能薬になるんだ。
私の予報は百発百中。やってやるか。コックに逆らうとどうなるか教えてやる。そっちか。竜巻。俺が相手だ。くらえ。この喧嘩。お前にはあれが見えないのか。気持ち悪い色をしたコウモリが群がってるじゃねえか。安心して、あんたが血を吸われてもお宝さえ手に入れば私は大丈夫よ。大丈夫なわけあるか。よし、やるか。俺の仲間に手出すな。ゴムゴムのガトリンだ。お前たちの相手は俺だ。トレンタフルフリップ。これ式で私たちの勢いを止めることなんてできないわ。力が戻ってきた。よーし、全員俺についてこい。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖くて隠れてたって。隠れてた？聞いてたように見えたけどな。やっぱり消えるんじゃねえか。あいつ助けてくれてありがとうって言ってたぞ。行くぞ。一応切れたが、クソ、
まだ腕が鈍ってやがる。よし、いっちゃやってやるか。やるぞ、ゴムゴムのガトリンガー。お前たちの相手は俺だ。マナーがなってねえの。終わったな。力が戻ってきたみてえだ。力が戻ってきたね。少し強くなったぞ。何かいるのか、こんなところに。よし、かかってこい。クソ野郎どもが。助けてほしいと頭を下げりゃ手を貸してやらねえこともないぞ。誰がてめえの手なんぞ借りるか。こんな奴らすぐに蹴散らす。勝負だ。力叩き込んでやるか。そっちか。竜巻。どうし、当ててんのはお前。この力があれば大事なもんだって守れる。今なら納得のいく蹴りが出せそうだ。修行の成果が出てきたね。力が戻ってくるのが分かるわ。ここまで腕が上がるとは自分でも驚きだぜ。俺が万能薬になるんだ。私の予報は百発百中。な何かいるのか、こんなところに。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。技でなんとかならない。やってみる価値はありそうだな。俺から行く。ウソッペパフォーム。バースカウト。いけるか。ゴムゴムのバズーカ。
俺は海賊王になる男だ。よっしゃ、力が戻ってきたみてえだ。こんなところで満足はしねえ。俺は勇敢なる海の戦士。少しは強くなれたかしら。俺の体はさらなる強化を遂げたんだ。